韓国ではソウルなど首都圏の教会を中心に新型コロナウイルスの集団感染が広がっていて、今日も新たに197人の感染確認が発表されました。韓国では先週から再び感染が急拡大していて、昨日1日の新規感染者は197人でした。多くは教会での集団感染で、飲食店や学校にも広がっています。保健当局は信者4000人を隔離するなどしていますが、すべての信者を把握できていません。すでに検査した800人のうち4分の1が陽性で、感染者がさらに増えそうです。チョン・セギュン首相は昨日、2月に南部テグで新興宗教団体新天地イエス教会で感染が爆発的に広がったことに触れ、第二の新天地のような事態になることに強い懸念を示しました。